はいどうも、ゆる気象学ラジオの川嘘と申します。普段はね、気象に少し関わる仕事をしております。で、今回話します気象学、これね、越山さんがやっているゆる天文学ラジオの天文学と被るところいくつかあります。例えば、理科の地学という分野のそれぞれ、分野であるということ、あるいは歴史を遡れば天文学というのは夜空を見上げることで発展した一方で、気象学はおそらくですけど昼空を見上げることで発展した学問と言います。で、これから話します内容も越山さんがね、ゆる学徒ハウスの一次選考で話しました内容と被ることが多いです。それは何かっていうと、未来が暗い、この話をします。ててと言ってもね、気象学全体の話というよりも日本という国家、国土の気象を扱っている国家組織、気象庁、この未来が暗いという話をします。具体的には予算の話です。令和5年度の国家予算、これがだいたい114兆円、なんと過去最大らしいです。じゃあそのうち気象庁はいくらかというと 542.25 億円、全体の約 0.05% ですね。これ、今話題のデジタル庁だったり子ども家庭庁よりも、もう桁違いに少ないんです。気象庁予算が542億円ということで、人口1億2000万で割ると年間500円よりも少ないんですね。だから、コーヒー予算、コーヒー1杯分の予算しかないと揶揄されることもあります。で、気象庁ね、でこんなに予算がないというわけで、実はね、いろいろその気象庁、気象庁ならではのことっていうのが消えているんですね。例えば地震予知、東海地震の前兆を捉える目的で、地震予知情報課というのが、1978年に発足されたんですね。でも、数年前、統合廃止されました。あるいは皆さん春になると桜の開花気にしますよね。その桜の開花予測、これも数年前までやっていたんですけれども、今はね、観測だけになりました。すなわち例えば東京だったら靖国神社の桜を見て開花しましたと、その開花宣言しかしていないんですね。他にも気象庁ではその桜に限らずの梅とかいろんな植物、あるいはウグイスがこの春初めて聞こえましたみたいな、そういう動植物の観測、これやっていました。ただ今、大幅に縮小されています。これもね、科学的にすごく大きな意味があったんですけれども、全部っていうかほとんどなくなってしまっています。というのも、どうも今の気象庁存在意義っていうのが防災に特化しているんですね。で、逆に防災にあんまり関係のない分野、それこそ開花の予測だったり、あるいは、東海地震、まあこれも防災なんだけれどもあんまり成果が見込めないということで廃止されたり統合されたりしています。で、選択と集中っていうと聞こえはいいかもしれません。でもこういうことの積み重ねで将来とんでもない事態が起きてしまうんじゃないかなと、勝手ながら心配しています。これがね、災害大国日本の気象庁の現実です。もしゆる天文学ラジオの相方として、採用されましたらね、気象のもっと面白いことも話したいと思いますので、ぜひ、ご検討よろしくお願いします。バイバイ。